日本代表エース堂安律プレミア電撃移籍へ。海外メディア MOLINEUX によると、同クラブは所属する韓国代表 MF ファンヒチャンのフランス一部マルセイユ移籍が迫っていることから、その代役の獲得を検討している。ウルバーハンプトンが多くの選手をリストアップしている中、堂安も有力候補に浮上。同メディアは日本のメッシと呼ばれたウィンガーは昨季に欧州リーグにも出場した。ドイツで17得点13アシストを記録した。日本代表として50試合に出場し、10得点を挙げている選手であり、この加入でウルブズチームの相性がアジア市場に留まることも可能になるだろうと指摘した。堂安選手はプレミアよりもセビージャや A マドリードのリーガがあってそうだけど、ブンデスで安定して活躍してるからプレミア行ってもおかしくないんよ。戦術次第では大ハマりする。ヒチャンにそっくりで臭い席したらファンヒチャンの弟って言われそう。こんだけ日本人がプレミア行ってるからどうやすも行ってくれ。ウルブズは結構強豪に勝ったりするから相性良さそう。日本のメッシやは聖メッシって言われてる人な200人くらいいるんだろ。日本のメッシは敷いてあげるなら斉藤学でしょ。エヒメッシとか言われてたし、堂安はイメージ的には足の遅いロッペンかな。堂安が日本のメッシか置いといて、本番での強さはホンダに通ずるものがあると思う。やっぱ日本の柱だと思う。日本のメッシは経歴的にも実力的にも久保建英でしょ。久保もはよプレミア行け。ブンデス内でステップアップできないの？噂ほぼないけど。